向こうで何かあった？え？あ、いや、ここんとこ無理して笑ってるように見えるからさ。伊勢崎くんは何でもお見通しなんだね。京くんと片桐くんとお別れしたんだ。悩んでた時いろいろ気遣ってもらったよね。ありがとね。あ、いや、大丈夫か？うん。でも彩香ちゃんにはもうちょっとしてから話そうと思う。なんで？もうバレてるかもしれないけど、話したらすっごく心配してくれると思うから。それで優しい言葉をかけてもらったら泣いちゃうかもしれないから。もう少し自分の気持ちが整理できたら、ゆっくり聞いてもらいたいなって思ってる。